はい、どうもこんにちは。今日お話ししたいっていう内容はこちらです。画面早速ね共有してちょっとお話し進めていきたいと思うんですけれども、ここ最近ちょっとやってるものっていうのが、力入れてやってるものっていうのが、これです。はい、画面見て分かる人は分かると思うんですけれども、これあのメタトレーダーっていうんですね。メタトレーダー4っていう iPhone 用の画面なんですけれども、あれです、あの FX ですね。で、僕の場合、基本的にはドル円ベースでいつも取引をやってるんですけれども、ちょっと前の、ね、あの自分で取引をするいわゆる裁量トレードっていうやつは今回置いといて、で今回お話ししたいっていうのはこれあの自動売買なんですよ。で、ここ最近というかここ数ヶ月間東京に出てきてずっとやりたかったことっていうのが、この自動売買ツールを使って、取引をするってことだったんですけど、まあね、あのうぞうむぞうたくさんいいものから良くないものまでたくさんこう自動売買ツールってあるんですね。で、よく聞かれるのが、あのそういうシステムは永続しないでしょっていうふうによく言われるんですけど、おっしゃる通りなんですよ。そもそも、自動売買ツールっていうのは永続しないです。なぜなら、あのいわゆるこの相場ってやっぱり感覚って必要なんですよ。いわゆる相場感ってやつですね。これから上がっていくのか下がっていくのか、まあ、全体的に下げ方向だよなとか全体的に上げ方向だよなとかっていう、そういう相場感っていうのは機械にはわからない。そう、機械にはわからないんで、何をする必要があるかというと、人間が、それを判断するしかないわけですよ。あのそういう面で言うと、自動売買っていうのは必ず、人間にはかなわない。でも自動売買のいい点っていうのがあって、人間の場合ってやっぱりほら睡眠時間とか休息時間が必要じゃないですか。で、FX の市場って24時間動いてるわけですよ。で、24時間動いてる中で何としてでも、そういうあのタイミングっていうのをつかみたいっていう時には、まあこういう風なシグナルが、まあこういう風なし、こういう風なチャートになった時には、買いポジションがいいよ、売りポジションがいいよ、買い時だよ、売り時だよっていう、それを教えてくれる、教えてくれて、さらに、そういうタイミングを教えてくれて、さらに自動的に、取引をしてくれるっていうと便利じゃないですかっていうのが自動売買ツールなんですね。で、そういったツールは、まあ、当然永続しない前提なんですけれども、できるだけ破綻しないものがいいというので、ずっと探してました。でずっと探してて、最近それをようやく見つけたというか、あの、まあ、あのちょっと証券会社側とね、あのいろいろと組むことができて、でそれと連動しての口座なので、ちょっと、まあ、あの安心感が高いんですよ。そういう体制が取れたので、実際に、自動売買ツールを入手して、で、回し始めてます。でそれがあのこちらですね。で、ちょっとね、あの金額大きめにやってます。一応フォワードテストなので、実際のこの今の市場でリアルに動いてるんですけれども、残高、1855万6009円ってなってます。で、これ実際、4月の末、5月の頭、それぐらいだと思うんですけど、それぐらいから5、6、7、8入ってるんで、まあ、4ヶ月目か。実際3ヶ月まるまる動いてます。で3ヶ月まるまる動いて1000万が1800万になりました。ってことはリターン的に3ヶ月で 80% です。これが多いのか少ないのかでいうと、そんなにね実際多くはないんですよね。あのもっとかっ詰めてやったらもっと出るんですけど、今回かなりあの証拠金維持率とかには気を使って、低いロットで試しているので、でこれ1000万ほどあの今入れてある口座ですけど、もっと少なくてもできます。例えばね、300万ぐらいかな、300万ぐらいの余力があれば今回の、あのこの設定っていうのができるので、そうするとリターンってもっといいですよ。どれぐらいなのかな、ちょっと計算してないんであれですけど、これの半分だとしても、半分で800万だからもう倍以上になってる計算ですよね。っていう風になるんですけど、とりあえずはでもあの安心安全で増やしたいじゃないですか。じっくりと増やすような、そういう感じにやってます。だいたいドローダウン的には 8% ぐらい、なので安心して使ってもらえるのかなという風な感じです。で直近のね、あの今週1週間というか、まあ、大体1週間前後の取引の履歴見てもすごいですよ。この1週間で187万円プラスが出てるわけですよ。で187万円でしょ。で今回 の, あの残高っていうのが1800万だったじゃないですか。ということは、10% 以上か 11% ぐらいを、実は今週中に稼ぎ出してるっていう、そういうなかなかねとんでもない自動売買ツールなんですよね。月計算で見るとね、そんなでもなかったんですよね。あの去年、先月までの実績で見ると、あまあまあこんなもんだよねって感じだったんですけど、今月なんか炸裂してますね。
まあそもそも8月じゃないですか。8月って大口のトレーダーって手引いちゃうんで、もうみんなバカンス行っちゃうわけですよ。仕事なんかしないですよ、っていうそういう環境の中で、なので言ったらこの相場って荒れるんですよ。結構荒れるんです、8月って。だから8月と12月は基本的には取引しないというのがセオリーなんですけど、まあその8月に入ったなり、まあ言ったらこの荒れ相場に結構稼ぎ出してるっていう、そういう EA ですね。はい、1ヶ月で集計すると、217万ぐらいなので、まあそうですよね、217万のうちの今週だけで180万でしょ。ってことは、他の3週間だけだと30万しか取れてない、まあ30万しかなのか分かんないですけど、っていうそういう感じ、荒れ相場になんか強そうな感じですよね。はい、っていう感じで、まあ大体 80% ぐらいです、80% ぐらい。月に計算すると月 20% でしょ。月 20%20%20% で 60% でしょ。で4ヶ月目に入って、合計で 80%、まあ、だから大体こんなもんですよね、はい、っていう感じに今はそういうような感じで、FX の方を、力を入れてやってます。でこちらのシステムなんですけれども、本来結構ね高いんですよ。20から30万ぐらいで市場で取引されてるツールなんですけれども、現在モニター募集中ということで、格安ですよ、格安の金額お伝えしたいんですけれども、まあ、概要欄に、ディスコードとあと、まあ、LINE アットも貼っとくんで、興味ある人は連絡ください。まあ、興味ない人も別に連絡くれてもいいんですけれども、まあ、とりあえずそっちの方から問い合わせていただいたら、今いくらで販売しているのかっていうのをお伝えしようと思います。ぶっちゃけ原価で出してます、なので全然こちらにはメリットもなくて、まあ言ったらこのツールいいねっていうふうに言ってもらう人を増やしたいためなんですよね、はい。で一応注意点だけなんですけれども、じゃあ絶対に安全なのか絶対に解けないのか、絶対に、損をしないのかっていうと、そういう保証はどこにもありません。はい、残念ながら、ツールなのでいつか絶対飛びます。開発側のメーカーも、破綻はするって言ってます。1年に1回ぐらい。例えば今年なんですけれども、結構年始の方にありましたよね、フラッシュクラッシュって言われる、ドル円でいうと5円ぐらい 一瞬のうちにガーンといってすぐに戻ったってことがあったと思うんですけど、ああいう時は飛びます、なので例えば100万入れて始めました、そうすると、大体半年もしないうちに、まあ、倍になると思うんですよ、今の計算上でいくと半年ぐらいに倍になると。倍になったら、まあ、倍になる前からですね、毎月でいいんで出てきた利益分っていうのは抜いてください、100万円を元に入れて、で利益をどんどん抜いていって合計100万円抜けたとするじゃないですか。そしたらもうあとこの残った100万円っていうのは出てきた利益と同じ金額なので、損はしてないですよね、であとはその100万を複利で回すなり、ロットを詰めて回すなり、自由にしてもらっていいかなというふうに思います、ツールっていうのはこれがベストっていうものはないですから、あくまで使い方次第だと思うんですね。そのためにはやっぱり相場感が必要だったりとか、まあ、人間側もどうしても勉強っていうのは必要になってくるんですけど、まあ、それまでほら半年とか時間があるわけじゃないですか。なのでその間、まあ、しっかり FX についてとか市場についてとかニュースについてっていう知識とか造形を深めていってで対応できるようになればいいのじゃないかなというふうに思うわけです、なので、そのためのオンラインサロンというのを僕ディスコード上で作ってありますので、ぜひそちらの方も参加していただいて、いろいろなこう、ね、意見を交換できたらなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、とりあえず近況報告の動画でした、今 FX やってますっていう感じですね、はい。もし興味のある方は概要欄の方から、っていう感じでお願いします。ちょっとね、まあ、ようやくなんですけど動き始めることができたというか、ちょっとねもさくさしてたんですけれども、ようやく形になってリリースまでこぎつけたという感じです、はい。まだまだね8月9月と、これちょっと販売と拡販にね力入れていかないといけないと思いますんで、まあ、どうぞそちらの方もよろしくお願いします。はい、そんな感じでですね、こう綺麗に10分ぐらいの動画になると気持ちいいもんですね、はい。そんな感じでまた次の動画でお会いできたらと思います。バイバイ。